ヨルト書ソーシャルディスタンス。2020年花わんこの夏休み。君たちは？花わんこはその生き物に尋ねてみる。僕たちかい？僕たちは遠い星から旅してきたんだよ。そしたら僕たちの仲間が黒俣山ってところに呼ばれた気がするって言うんで、みんなで一緒に来てみたのさ。そしたらここ、カズノって言うんだっけ？カズノは美味しいものはたくさんあるし、眺めもいいし、あとあの湧いてくるお湯もすっごく良くてさ。だから僕たちとても気に入ったの。この生き物が地球の外から来ていることが分かった花わんこは、他にも聞いてみることにした。ここって空飛ぶ果物みたいなものの中？そうだよ。ほら、ここってお空をピンクの果物がどんぶらこって流れていくじゃない？だから僕たちもゆらゆら飛んでいれば空を流れているように見えるかと思ってさ。けど空を流れるのと空を飛ぶのは違うんだね。君たちにすぐ見つかっちゃった。見つかっちゃいけないの？僕たちあんまりよく思われていないんだ。僕たちに近づくとみんな元気をなくしちゃうからさ。元気をなくす？もしかしてこの騒動の原因は？だけど僕は今なんともないよ。この中にいると大丈夫なんだよ。そうだね、君たちがたまにしているマスクみたいなものかも。それにここに入るときにちゃんと手もきれいにしてあげたしね。そう言われると手からほのかに石鹸の匂いがしている。けどあんまり長くはいない方がいいかも。あの白い女の子みたいになっちゃうから。それを聞いた花わんこの脳裏にはタンポコ町ちゃんの姿が浮かんでいた。その頃、図書館のドスコイ館長のところには桶畑おじさんが来ていた。たまたま車で通りかかったら倒れてたんで乗っけてきた。見ると桶畑おじさんの後ろには弱ったトワダックの姿が。トワダック、どうしたの？大丈夫。それより館長、花わんこは？実はドスコイレーダーに通信があったの。二人の視線は自然と八幡平へと吸い寄せられていた。